1番佐賀飯塚隼人、2番宮城神山隆之、3番熊本田川達治、4番愛媛松本光雄、5番広島阿部良二、以上のメンバーによる対戦です。第1レースは5射立てとなっています。昨日の悪天候から打って変わって今日は快晴、眩しいほどの日差しが差し込んでいる湘南バンクです。気温は現在22度です。湿度は 50%、 風は東の風2メートルと発表されました。風の強いコンディションです。バンクでは2コーナーから4コーナーに向かっての風向きとなっています。発送準備整いました。5名体制完了です。号砲になりました。第1レース A 級一般競争スタートです。ここは4番松本光雄が上がりました。続いて3番田川達治、5番は阿部良二、1番飯塚隼人、2番が神山隆之です。2コーナーからバックストレッチに向かいます。先頭は4番愛媛の松本光雄。予選競争はいい逃げを打ちました。マークは5番車ベテランの広島阿部良二です。4番5番中四国コンビ、1番佐賀飯塚隼人は3番手から。予選競争は素晴らしいスピードのまっくり打ちました飯塚隼人。このメンバー勝率ダントツ、人気の中心飯塚隼人。マークは3番熊本田川達治、1番3番九州勢、1番後ろは2番車宮城の神山隆之が短期の競争2日目は先行しています。2番神山隆之。第2コーナーからバックストレッチ、5射立ての1レース一般競争です。先頭は4番愛媛の先行タイプ松本光雄、マーク5番の阿部良二、4番5番中四国コンビで人気の中心1番飯塚隼人は3番手、3番田川達治がマーク九州勢、2番神山隆之最後尾で今赤番を通過します。800を切りました。先頭は4番松本光雄、そのまま押し出されて逃げることになりますか。2コーナーから向こう正面、1番飯塚隼人は3番手です。バックストレッチ今鐘が鳴って残り1周半です。誘導にフルに使います。4番松本光雄、1番飯塚隼人も仕掛けず、第4コーナーは待っています。4番車松本光雄ですが、外から仕掛けた1番の飯塚隼人、飯塚隼人が叩きました。今最終1コーナー、1番3番九州勢、4番松本光雄3番手、そして5番の阿部良二がちょっと離れています。2コーナーからバックストレッチ、200メートルを切ります。ラストスパート1番飯塚隼人、後ろは3番の田川達治九州コンビ、4番の松本光雄車外に持ち出しています。第4コーナー回りました。1番飯塚隼人先頭だ、粘っています。そのまま押し切りました。1番3番4番が足り、見事しっかりと人気に応えた1番車飯塚隼人先行逃げ切り、マーク3番田川達治の九州勢ワンツーです。走路審判員は異常なしの白旗。それではリプレイをご覧ください。飯塚へとホーム手前あたりから一気に仕掛けました。マークした3番田川達治とのワンツーです。人気両者のワンツースーパースローをご覧ください。1番熊本米丸俊成、2番東京浅見俊、3番千葉三上義隆、4番地元神奈川森川豪、5番広島隅田康介、以上のメンバーによる対戦です。5射立ての第2レース、浅見俊と隅田康介にラインができるようです。本命はこの人、2番車浅見俊。予選は突っ張り先行でした。昨日の準決勝は叩かれてしまったです。この浅見俊に対抗する隅田康介、予選でもこの浅見と対戦しています。発送準備整いました。5名
発送いたします。前傾姿勢に移ります。体勢完了。号砲になりました。第2レース A 級一般競争スタートです。浅見俊が前を取ります。2番手から1番米丸としなり、4番が森川豪、3番三上義孝、最後尾5番隅田康介です。第2コーナーからバックストレッチ、2番浅見俊が前を取って湯戸に追いつきます。予選競争は隅田康介を突っ張っての先行、2着に粘りました。準決勝はちょっと流していたところを山崎俊也に叩かれてしまったレースです。その後ろには4番地元の森川豪が上がってまいりまして、2番手に入ります。昨日の一般競争は中川拓也のまくりに乗っての2着です。森川豪、今日は浅見俊マーク、その後ろが3番千葉三上義孝、2番、4番、3番、5番の隅田康介、現在4番手から。昨日の一般競争は先行して3着、予選は浅見に突っ張られただけに今日は指導権を取りたいところ。1番米丸利成マーク、5番1番は西勢です。2周回目の第4コーナーを待っています。2番浅見俊が先頭です。動いた5番隅田康介、赤番通過、隅田康介があって2番浅見俊を抑えます。浅見俊は初日は突っ張りましたが、今日は車を一旦下げました。3番手に引きます。スローペースに落とした隅田康介、1番米丸利成に2番手ジャンが鳴っています。3コーナーから2センター、2番浅見俊引きましたが3番手いい位置。第4コーナー待って浅見俊が行きます。5番の隅田康介も踏み込む。この両者踏み合いとなって、ここは400を切って1コーナーで叩いた2番浅見俊です。叩きました。3番の三上義人が切れて、2番車の浅見俊の後ろは4番森川豪、この2車で行って5番車隅田康介1車線離れての3番手、今200を切っての2センター。2番車浅見俊先頭、ぴったりマーク4番森川豪、その後ろ離れて第4コーナーを回りました。浅見俊先頭です。粘ります。踏み直します。さあここは2番車浅見俊、外に4番森川豪。第2レース A 級一般競争、ゴール戦上は接戦となりました。2番の浅見俊と4番の森川豪、走路審判異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。浅見俊押し切ったか、マークした4番森川豪が追い込んだか、ゴール線上は並んでのゴールとなっています。スーパースローをご覧ください。1番東京松根新、2番高知川上周平、3番地元ホームバンク川田忍、4番福岡段雄二、5番岡山三宅淳、6番地元ホームバンク渋谷蓮、7番群馬中川拓也、以上のメンバーによる対戦です。7社立ての第3レース特選競争です。川田忍と中川拓也にラインができるようです。7番車中川拓也、予選は先行、昨日はまくりました中川拓也です。今日は後ろに3人つくようです。そしてホームバンクは3番川田忍、発送いたします。初日はまくり発、準決勝は番手を狙われてしまったレースでした。最終日ホームバンク、なんとか一勝上げたいところ。号砲になりました。第3レース A 級特選競争スタートです。1番の松根新が飛び出して1コーナー、続いて6番渋谷蓮、2番が川上周平、3番川田忍、4番段雄一、7番が中川拓也、最後尾5番三宅淳です。バックストレッチです。東京の1番車松根新が前を取りました。ここは中川拓也の上昇を待ちます。2番車高知川上周平が現在2番手にいます。
昨日は松本光雄の先行に乗っての3着でした。ここから上がってきた7番車群馬中川拓也です。予選を先行、昨日の一般競争2コーナーまくりを決めての1着、迎え入れて1番松根新、7番1番関東勢、この関東勢に西勢がつくようです。2番高知川上周平、4番手に5番岡山三宅潤。初日は松本光雄のかましに乗って川田忍のまくりを止めていました。5番車三宅潤です。3番車川田忍が現在後ろ攻めの5番手になっています。準決勝は関根健太郎の番手だったんですが、昨日は狙われてしまったレースでした。後ろは6番車渋谷蓮、3番6番は地元勢です。その後ろに4番車福岡の段雄一は、ここは短期の競争です。周回は打掌周回に入りました。さあここで3番川田忍が抑えていきます。第1コーナーです。7番車中川拓也が車を引きました。打掌周回第2コーナー、前に行った3番川田忍、マーク6番渋谷蓮です。地元コンビに4番の段雄二、中川拓也は4番手に引いて、今鐘が鳴りまして、ここでスパートは7番中川拓也です。中川拓也スパート、3番川田忍がここを合わせていきますか。第4コーナー、さあここは中川拓也が先頭に立っていく。3番ここは川田忍も叩かれて、2番手でうちに粘るのか、3番手で粘っている形か。今第2コーナーに向かっていきます。下がりました。3番川田忍、2コーナーからバックストレッチ、7番下中川拓也がいいスピードで上がって200を切る。1番下松江慎が2番手、3番手2番の川上周平、そして5番の三宅潤、4番第4コーナー終わりました。先頭は7番の中川拓也、先頭マーク1番の松根慎です。中川拓也が押し切ったか、押し切った。外から2番の川上周平も鋭い足で突っ込んできています。第3レース A 級特選競争、7番2番1番あたりに見えましたが、その審判員は異常なしの白旗。リプレイをご覧ください。いいかましを打ちました中川拓也、そのまま押し切ったように見えましたが、外から伸びてきた2番川上周平。リプレイのゴール線上をご覧ください。続いてスーパースロー1番、地元ホームバンク柴田健、2番高知宮崎和明、3番群馬亀井雅人、4番福岡是永幸寛、5番静岡渡辺隼太、6番栃木関慶、7番徳島二条優也。以上のメンバーによる対戦です。今日は柴田健は渡辺隼太マークの競争です。1番車柴田健、宮崎和明にラインができます。昨日3番手飛びつきでした自在戦宮崎和明。柴田健状態を起こすところ、そして5番車渡辺隼太、この人が本命に押されています。機動力上位は渡辺隼太です。体制完了、号砲になりました。第4レース A 級特選競争スタートです。1番柴田健が上がって1コーナー、続いて2番宮崎和明、5番は渡辺隼太、3番亀井雅人、6番が関慶、7番二条優也、最後尾4番是永幸寛です。バックストレッチです。渡辺隼太が柴田健の前に入っていきます。予選は先行して2着、準決勝は坂井優太のかましに昨日は反応がちょっと遅れてしまった感じでした。渡辺隼太、柴田健がマーク、昨日も連携しているこの難関の2人、5番1番です。難関勢の後ろ3番手に3番群馬の亀井雅人がつけています。6番の関慶はここは並び流動的短期の競争です。6番車関慶、2番車宮崎和明は後ろ攻め5番手、自在戦宮崎和明です。昨日の一般競争は3番手に飛びついての2着、マークは7番車徳島二条優也、初日の特選シード選手です。
競争得点最上位は7番車二条優也、2番7番そして4番の福岡小根永幸弘がこのラインの3番手、西ライン2番7番4番です。4コーナー余ってホームストレッチ、打賞周回に入っていくところで2番の宮崎和明が上がりました。宮崎和明が上昇して難関で抑えに行きますが、ここは一旦下がります。突っ張った5番渡辺隼太、2番の宮崎和明が前を抑えきれず一旦下がって5番手です。第2コーナーからバックストレッチ、渡辺隼太が流しているところ、もう一度上がった2番の宮崎和明、ジャンで腰掛けました。5番の渡辺隼太は下がっての4番手です。2センターから第4コーナー宮崎和明が行きます。マーク7番二条優也、3番手4番の小根永幸弘、400を切っての第1コーナーです。2番車宮崎和明の逃げ、5番車渡辺隼人は現在4番手1コーナー過ぎから仕掛けました。まくる渡辺隼人、逃げる2番の宮崎和明を捉えていきます。マーク1番の柴田健、3番車の亀井雅人、3番手2センターから第4コーナー、形勢一気に逆転。先頭は5番の渡辺隼人、マーク1番の柴田健です。渡辺隼人先頭、柴田健を振り切って五輪、5番1番そして3番が飛び、第4レース A 級特選競争。1センターあたりから踏み込んで5番渡辺隼太、柴田健を振り切っての先頭ゴール、本命人気に応えました。リプレイをご覧ください。5番1番3番とこのラインで上位独占、リプレイゴール戦場をご覧ください。続いてスーパースローです。1番大阪門脇真由美、2番東京石井貴子、3番選手は欠場、4番三重川島桃香、5番大阪向井まどか、6番千葉美濃田麻里、7番長崎井出口美智子、以上のメンバーによる対戦です。なお3番岡村一子選手は欠場となりまして、6名の対戦となります。先頭誘導員は高橋雄介選手が務めます。本命に押されたのはこの人、2番車石井貴子、圧倒的な支持を集めています。ここは先行一車、持ち味の先行力を生かして逃げ切りたいところです。発走いたします。発走準備整いました。6名先頭員高橋雄介選手、今3コーナーからスタートしています。現在風速は 2.5 メートル、北東の風ですから、今はバンク側からホーム側に向かっての風向きとなっています。スポーク車輪使用のガールズ競輪一般競争、まもなくのスタートです。号砲になりました。第5レースガールズ一般競争スタートです。まず上がったのは5番向井まどかです。続いて4番川島桃香、2番が石井貴子は3番手から、連日スタートを取っていましたが、今日は3番手から2番石井貴子、続いて1番が大阪の門脇真由美、6番は千葉美濃田麻里、1番後ろ7番長崎の井出口美智子です。先頭は第3コーナー5番大阪向井まどかが前を取っています。2番手にいるのは4番三重の川島桃香、3日間石井貴子との対戦、4番川島桃香、2日間はこの石高の先行にちょっと遅れている感じでした川島桃香。自力は3月の国難の最終日でまくりを決めています。3番手にいるのが2番車本命東京石井貴子、今シリーズも積極的で逃げています。今年は29走して26本バックを取っています。2番車石井貴子、その後ろに1番車は大阪門脇真由美、続いて6番車千葉の美濃田麻里、この2日間ちょっとらしくない競争です。6番美濃田麻里、後ろは7番車長崎の入口美智子が最後尾です。自力足を持っている6番美濃田麻里は現在5番手です。周回は打賞周回に入っていきます。先頭は5番が向井まどか、2番手4番川島桃香、2番車石井貴子はどこから行きますか。今のところ3番手を追走中、打賞周回の第2コーナー、
1番門脇真由美が2番車石井高くの後ろにつけています。6番美濃だまりが現在5番手、そして一番後ろ7番井出口美智子、今ジャンが鳴っています。2センターです。5番向井まどかがペースを緩めて3番手からさあ仕掛けた2番の石井高子が一気に踏み込んでいきます。さあこのスピードに後続が離れています。1コーナー逃げる石井高子、2番手の追いかける4番川島桃香やや離れています。その3番手に1番の門脇真由美、続いて6番の美濃だまり、5番の向井まどか、最後尾7番井口美智子、200を切ってラストスパート2番石井高子です。差は詰まりません。4番川島桃香2番手で追いかけるんですが差は広がるばかり。4コーナー待って2番車石井高子先頭です。後続を引き離して今先頭ゴール。2番4番1番あたり第5レースガールズ一般競争、持ち味の先行力を発揮。2番車石井貴子一気に後ろを引き離しての独走態勢で1着ゴールでした。リプレイをご覧ください。川島桃佳も離れながらも粘って2着に粘っている感じです。リプレイのゴール線上をご覧ください。2番4番そして1番の門脇真由美スーパースローです。1番愛媛小川雄一、2番地元神奈川石井武史、3番地元神奈川青野正弘、4番福岡八弘英介、5番福岡柏山恭平、以上のメンバーによる対戦です。五社立ての第6レース SQ 一般競争です。風向きは北東から東に変わっています。5メートルの風速、2コーナーから4コーナーに向かっての風向き。1番車小川雄一です。青野正弘との対戦小川雄一、そして3番車青野正弘、今年さらに大きな飛躍が期待される神奈川のニューカマー青野正弘、本命に押されています。マークは2番車石井武です。発送いたします。構えての号令かかりました。号砲になりました。第6レース SQ 一般競争スタートです。5番の柏山恭平が上がっていきました。続いて1番は小川雄二です。3番青野正弘、2番が石井武史、4番八弘英介、2コーナーからバックストレッチ、5番福岡柏山恭平が前を取りました。これで西勢が前攻めとなります。小川雄二が現在2番手にいます。愛媛の先行タイプです。昨日の一般競争は伊早坂俊一のかましに3番手に飛びついての2着でした。小川雄二前に入っていきます。5番の柏山恭平が小川雄二を迎え入れました。さらに4番の福岡八弘英介、八弘英介が上がってここは小川雄二の番手は4番八弘英介、5番の柏山恭平が3番手に下がって1番4番5番が西ライン、3番青野正弘は4番手です。予選競争は先行逃げ切り、準決勝は自分の役割に徹した先行勝負でした。青野正弘、マーカー2番車石井武史、3番2番地元コンビです。2周回目の第4コーナーを待っています。1番車愛媛小川雄二、この2日間まだ先行はしていません。今日はライン3車です。小川雄二後ろは4番福岡の八弘英介、5番の柏山恭平が3番手、3番青野正弘4番手にいて石井武史がマーク、地元コンビが3番2番。第3周回バックストレッチから3コーナー、日はだいぶ西に傾いています。第6レース SQ 一般競争五社立てです。3周回目第4コーナーを今回りました。青野正弘動きます。3番2番地元コンビが上昇、
赤番通過の1コーナー前田を抑えた青野正弘前に行きました。第2コーナー下がって3番手1番小川裕二、第2コーナーからバックストレッチ、青野正弘が1番の小川裕二を警戒しながら今ジャンが鳴って残り1周半です。3コーナー青野正弘1番小川裕二を睨みながら第4コーナー小川裕二まだ仕掛けません。3番青野正弘そのままスパート逃げていきます。先行策3番車青野正弘マーク2番車石井武、地元勢3番2番1番車小川裕二3番手、第2コーナーから向こう正面逃げる青野正弘、さあさらにギアを上げて、さあ全開で200を切って3コーナーです。ぐんぐん加速する3番青野正弘、小川裕二は動けない。第4コーナー待って4コーナー待った、さあ3番青野正弘先頭だ、踏み直す外から1番の小川裕二が突っ込んでくる、小川裕二が突っ込んで届いた。第6レース S 級一般競争、自力は仕掛けずしっかり足を貯めて直線にかけました。小川裕二一気に伸びています。1番3番3着争いは微妙、リプレイをご覧ください。青野正弘いいペースで帰ってきたんですが、小川裕二が外から襲いかかって抜き去っていきます。リプレイのゴール線上をご覧ください。続いてスーパースロー、1番静岡鈴木リック、2番広島吉本哲郎、3番岩手後藤優、4番静岡梅原泰治、5番埼玉片織亮太、6番岡山滝本康之、以上のメンバーによる対戦です。第7レースは6車立てとなっています。本命はこの人、一番静岡のスルキリック、静岡の有望株です。連日指導権を取っていますスルキリック。後藤優も2日間先行勝負ですが今日は短期です。後藤優発送いたします。そして滝本康幸にもラインができます。体制完了です。号砲になりました第7レース S 級一般競争スタートです。3番後藤優が上がりました。続いて5番が片織亮太、短期の2人が上昇、3番手から上がる6番手は滝本康幸、2番が吉本哲郎、1番鈴木リックは後ろ詰め、6番手から4番梅原泰治が続いています。バックストレッチです。3番岩手の後藤優が誘導員に追いつきました。連日先行勝負の後藤優、今日は短期、早稲田大学自転車部出身スプリンターです。後藤優2番手にいるのは5番下埼玉片織亮太、片織も自力を持っています。この人も今日は短期。そして6番下岡山滝本康之は3番手から2周回目に入っています。予選で鈴木リックと対戦しています。予選は鈴木リックの先行をまくり打ったんですが不発でした。滝本康之マークは2番車広島の吉本哲郎、6番2番中国コンビです。本命1番静岡スルキリックは現在5番手、予選は先行して2着、準決勝も果敢に先制したんですが瓜生高友に叩かれたレース。マークは同県静岡4番梅原泰治です。1番4番静岡コンビです。2周回目の第4コーナーを回っています。3番後藤優が先頭、2番手に5番片織亮太、自力を持った選手がずらりと揃ったこの7レース S 級一般競争。3番手にいるのは6番車岡山滝本康幸、2番吉本哲郎、この吉本も自力を持っていますが今日はマークに待っています。6番2番中国コンビ、鈴木リックはどこから行きますか、現在5番手です。梅原大地がマーク、1番4番静岡コンビ、第3周回第2センターです。今4コーナーを回りました。さあここで動いた静岡勢、鈴木リックに4番梅原泰治、合わせて上がるのは中国勢、滝本康之も上がっていきます。打掌周回に入りました。後藤優と片織亮太下がって1番鈴木リックは突っ張られていっ
旦下がる素振りを見せながらもう一度踏み込んでいきますか。今のところ5番手外バンクに上がって鈴木リックジャンがなりました。6番の滝本恵沙之予選競争のリベンジを狙って先行策に出ます。マーク2番の吉本哲郎、鈴木リックは現在4番手から3番手に上がっています。6番滝本恵沙之が先行、1番鈴木リックがいた、4番梅村泰治がちょっと離れました。短期でいく鈴木リック、これを弾く6番滝本恵沙之、自ら弾くが外から1番鈴木リック、さらに外から5番の片織亮太が来た。205キロ3コーナー、片織亮太がまくり切った。まくられた鈴木リック、現在2番手から3番手、外2番吉本哲郎、4コーナー待った。5番の片織亮太先頭、2番の吉本哲郎が突っ込む。この両者でゴールイン。7レース S 級一般競争、片織亮太がまくり切って、そして2番の吉本哲郎が突っ込んでいます。吉本哲郎が鋭く伸びていく体勢、リプレイをご覧ください。片織亮太がまくり切って先頭でゴールを向かに向かっていきますが、吉本哲郎が捉えているような感じに見えましたが、どうでしょうか。スーパースローをご覧ください。1番千葉山中秀武、2番徳島伊藤正彦、3番青森坂本周作、4番徳島久米亮、5番栃木岡田太一、6番宮城佐藤正春、7番福岡原口翔平、以上のメンバーによる対戦です。山中秀武、坂本周作、原口翔平、この3人がラインの先頭を走ります。1番車山中秀武、今シーズン7着5着とちょっと厳しい2日間の戦いでした。状態を起こします。2日間いい動きはこの人、7番車原口翔平。坂本周作も初日は先行しています。発走いたします。発走ジム整いました。7名体制完了、号砲になりました。第8レース S 級特選競争スタートです。1番山中秀武が行きました。続いて2番が伊藤正彦、4番久米亮、5番が岡田太一、3番坂本周作、6番は佐藤正春、最後尾7番原口翔平です。バックストレッチから3コーナーに向かうところ、前を取りました1番千葉山中秀武。初日は特選競争は仕掛けたんですが、斉藤俊信に弾かれました。準決勝は神奈川タイトのハイペースの先行に、昨日は5番手で動きませんでした山中秀武。マークは5番栃木の岡田太一です。1番5番です。2周回目に入ります。3番手に7番は福岡原口翔平。2日間パワフルな走り、予選はまくりで勝ち、準決勝も4番手からまくり打ったんですが、昨日は島内拓也に合わされて3着でした。それでも3着に入っています7番原口翔平。マークは4番徳島久米亮、競争得点このメンバー最上位。その後ろが2番車徳島伊藤正彦、予選で原口とワンツーを決めています。今日はライン3番手7番4番2番、3番の青森坂本周作は現在6番手。特選競争先行して3着、準決勝は後手を踏んでしまって6番手からまくりを打つ競争でした。そのまくりもなかなかいいスピードでしたが、すごくもまくり合戦に敗れての5着です。マークは6番宮城の佐藤正春、3番6番は東北勢。第3周回の第2コーナーです。3分戦の第8レース S 級特選競争、1番山中秀武が先頭、5番岡田太一マーク、1番5番西勢は3人、7番の原口翔平に4番久米亮、2番伊藤正彦、3番坂本周作、6番佐藤正春、東北勢は2社です。この2社が上がります。東北ライン3番坂本周作、6番佐藤正春、
3番手から合わせて上がるのは7番の浜口翔平、打掌周回に入って1コーナー、東北勢が前に出て7番車、浜口翔平は3番手をキープしますか。1番の山中秀滝はこれで6番手となります。向こう正面ジャンが鳴って残り1周半です。坂本周作ペースダウン2センター、東北勢が先手を取っていく形でなりそうです。第4コーナー7番原口翔平は3番手をキープ、1番山中秀滝は6番手に構えて早くも踏んでいく、山中秀滝は6番手から仕掛ける、これに合わせていく7番原口翔平か。第2コーナー山中秀滝が7番の原口に阻まれた、2コーナーからバックストレッチ、7番の原口翔平のまぐり、3番坂本周作の逃げを捉える勢いでやってきた2センター、そして4番の久米亮も離れながら追いかける。第4コーナー待って7番原口翔平まくり切った、追走は4番の久米亮、7番4番そして6番佐藤正春。ダイヤチレース S 級特選競争、プラン通りいい位置を取って山中秀武のまくりに合わせていきました7番原口翔平、追走久米亮を振り切ってのゴール。リプレイをご覧ください。走路審判異常なしの白旗、7番4番そして6番の佐藤正春、リプレイゴール線上をご覧ください。続いてスーパースローです。1番熊本瓜生貴智、2番千葉磯崎昭弘、3番広島大谷健二、4番茨城伊早坂俊一、5番福岡山口義次、6番地元ホームバンク植木和弘、7番高知坂田翔、以上のメンバーによる対戦です。本命はこの人、1番車瓜生貴智、実決勝は悔しい5着敗退でした。しかし見せ場は十分の競争でした。人気の中心瓜生貴智、対抗するこの人は4番車伊早坂俊一、昨日のかまし先行はこの人の持ち味発揮のレースでした。発走いたします。2分戦となります9レース特選競争。体制完了です。号砲になりました。第9レース S 級特選競争スタートです。まずは前を取っての組み立て、1番瓜生貴智、続いて3番大谷健二、4番は伊早塚俊一、5番山口義次、2番磯崎昭弘、6番が植木和弘、最後尾7番坂田翔です。バックストレッチです。前を取りました1番熊本瓜生貴智、多彩な攻撃を駆使するオールラウンダーですが、昨日の準決勝鈴木陸を一気に叩いたかましは迫力がありましたが、最後はよもやの失速でした。瓜生貴智、マークは5番車福岡山口義次、1番5番は九州勢、九州勢を追走3番手に3番広島大谷健二、昨日の一般競争4コーナー最後方から突き抜けました大谷健二です。4番手7番高知の坂田翔、1番5番3番7番、ここは西日本遠征ラインです。4番茨城伊早坂俊一は後ろ詰め5番手です。昨日の一般競争は持ち味発揮のかまし先行、かかれば末足は強靭、4番車伊早坂俊一、マークは2番車千葉の磯崎昭弘、6番の植木和弘が続きます。4番2番6番4コーナー待ってホームストレッチ、青番標識を通過します。第3周回に入りました。西勢と東勢2分戦となりました9レース特選競争。前段が西勢の4人、そして後ろ詰め東勢が3人の体勢、4番伊早坂俊一5番手です。3周回目の第3コーナーです。前受け体勢は1番車瓜生貴智、何でもこなせる選手です。5番山口義次マーク、続いて3番大谷健二、7番坂田翔、
伊早坂俊一は現在5番手。ちらっと後ろ見た1番瓜生高友、今赤番を通過しました。打掌周回に入って1コーナーあたりから4番伊早坂俊一動きました。前を抑える4番車伊早坂俊一、1番瓜生高友は4番手に下がりました。4番手に引いた1番瓜生高友、蛇が鳴っています。昨日はかましましたが瓜生高友2センター、伊早坂俊一がまだ流して第4コーナー回ります。さあペース上げる4番伊早坂俊一、そのまま逃げます。 400m を切りました。4番2番6番そして1番車瓜生高友、中段4番手第2コーナーです。一旦前の波をかぶって収まったところを2コーナーで行く1番の瓜生高友のまくり、瓜生のアタック、現在3番手から2番手に迫ってくるも4番のここは伊早坂俊一かかっている、かかっている4番伊早坂俊一、1番瓜生高友3番手で止まっている、番手は2番の石崎明宏だ。さあどうだ、2番車の石崎明宏だ。第9レース級特選競争、伊早坂俊一の先行を生かした2番伊勢崎明宏、追い込んで先頭ゴール、そして外から伸びた1番の瓜生高友か、2着争いはどうか、4番伊早坂俊一、外に1番の瓜生高友、2着争いは接戦です。リプレイをご覧ください。瓜生高友まくり打ったんですが3番手で止まった形で4コーナー直線にかけましたが、番手の2番伊勢崎明宏が伸びました。2着は接戦です。スーパースローをご覧ください。1番福島藤巻恵梨香、2番愛知杉浦なる、3番埼玉高橋理香、4番京都坂口風花、5番栃木梶田舞、6番静岡吉村さやか、7番福岡内村真織、以上のメンバーによる対戦です。先頭員は鈴木真嗣選手が務めます。さあガウズ決勝戦、2連勝の勝ち上がりは坂口風花です。そして梶田舞、昨日は勝負強さを発揮しました。そして近況好調吉村さやか、2連覇を狙います。7番車内村真織、この内村は前回の優勝は2019年11月のこの平塚バンクでした。発走準備整いました。斜め先頭リードイン鈴木真嗣選手がスタートして今2センターです。非常にいいコンディションとなっています。最終日の湘南バンクガールズ決勝戦、まもなくのスタートです。号砲になりました。第10レースガールズ決勝戦スタートです。ここは3番高橋理香、外から7番内村真織が上がりました。内村真織が前を取りました。続いて3番高橋理香、6番吉村さやか3番手、1番藤巻恵梨香が4番手から、2番杉浦なる、4番坂口風花6番手、一番後ろに5番梶田舞です。バックストレッチ、坂口風花が上がっていきます。ここはどこまで上がっていくんでしょうか。2センター7番内村真織が先頭、2日間しっかりと前へ攻めての決勝進出。坂口風花が2番手に上がって、インコースは3番は高橋理香、高橋理香は引きません。2周回目に入りました。一旦下がります。4番坂口風花、そして5番の梶田舞です。4番3番と続いて6番吉村さやかは現在3番手、近況好調、2日間動きも軽快です。1番藤巻恵梨香は4番手、連日スタートを取っていましたが今日は前を取りませんでした。藤巻恵梨香5番手に2番杉浦なる、2日目は非常にいい動きでした。石井貴子の先行につけての番手まくり、4番車坂口風花また6番手に下がっています。5番梶田舞が最後尾、2日目はさすがに初日の鉄を踏まず3番手に追い上げての直線一気でした。梶田舞です。今赤番を通過、打掌周回に入りました。ここで動いたのは4番坂口風花です。
坂口風花をマークして5番車梶田舞。第2コーナー、坂口風花が現在2番手の外で一旦止まって、さあここは3番手に下がって向こう正面、先頭は7番内村真織、ジャンが鳴りました。2番手3番高橋理香です。3番手で6番の吉村沙耶香と並走です。4番は坂口風花、ペースを落としているのは7番の内村真織です。3番手外並走、4番坂口風花まだ仕掛けません。4コーナー余ってホームストレッチ、ここで後方から2番の杉浦なるが一気に行きました。杉浦なるがかまします。そして7番の内村まで2番手に飛びついて、3番手に4番坂口優香、その後ろ4番手が3番高橋里が続いて、5番の梶田真由は現在5番手、6番吉村沙耶香、最後尾1番の藤巻恵里香、200を切る2センターです。逃げる2番杉浦なる、そして7番の内村まり、3番手は4番の坂口優香だ。さあ直線勝負、2番の杉浦なる粘る、杉浦なる粘るが4番車、ここは坂口風花伸びました。10レース LQ ガールズ決勝戦、杉浦なるが一気にかましました。直線伸びたのは4番坂口風花、3番手からの強襲でした。杉浦なるも見せ場十分のいいかましを打ちました。初優勝目前だったんですが、坂口風花が伸びています。しかしまだ確定ではありません。お手持ちの投票券は処分なさらないようにお願いいたします。まだ確定ではありません。4番2番3番の5の通過体制に見えましたが、リプレイをご覧ください。杉浦なるいいかましを打ちました。2番手7番内村真織でゴール直前で伸びた4番坂口風花、しかしこのレースは審議となっているようです。1番地元ホームバンク関根健太郎、2番岡山山崎俊也、3番福島酒井優太、4番埼玉和田義嗣、5番宮城三沢康人、6番福島坂本拓也、7番岡山峰重雄之介、以上のメンバーによる対戦です。初日の特選競争から6名がこの決勝戦に勝ち上がりました。そして内枠の3人にラインができます。ホームバンクは関根健太郎、念願のホームバンク初優勝へ、さあ今日こその思いでしょう。対抗する山崎俊也と酒井優太、この2人も好調。発走いたします。発走準備整いました。7名体制完了しました。号砲になりました。第11レース A 級決勝戦スタートです。1番関根健太郎がまずは前を取って1コーナー、続いて6番車は坂本拓也、4番和田義嗣軍上昇、2番が山崎俊也、3番酒井優太、5番が三沢康人、最後尾7番峰重雄之介です。バックストレッチです。1番関根健太郎が先頭、準決勝はいい逃げでした。関根健太郎逃げ切っています。初日の特選競争で連携した4番和田義嗣が関根健太郎にマークします。1番4番、3番手は3番福島酒井優太、2連勝での勝ち上がり。準決勝ジャンで一気のロングスパートでした酒井優太、マークは6番車福島坂本拓也。2日間縦横無尽の動きでした坂本拓也、今日は酒井優太マークです。5番の三沢康人がトークラインの3番手、3番6番5番、2番岡山山崎俊也は6番手、今年初のファイナル進出、後ろは信頼を切る峰重雄之介ですから、今日も思い切った仕掛けでいくでしょう山崎俊也。マークは7番峰重雄之介、3日間この山崎俊也との連携、しっかりと後ろで援護しての2日間、
今日も強いハートとスキルでガードします。その岡山コンビ動きました。2番7番打賞周回に入ります。まずは3番坂井優太を抑える2番山崎俊也です。先頭は1番関根健太郎。岡山勢が勢いよく上がって第2コーナーからバックストレッチ。今度は3番坂井優太と奥勢が外から駆け上がっていく。2番山崎俊也はここは先行争いか。2番山崎俊也ここは下がりました。岡山勢引きます。1番関根健太郎前の動きをまだ見ている形。さあここは3番坂井優太の先行。7番手は峰助雄之介は4番手に切り替えました。1番関根健太郎は現在5番手。第2コーナーからバックストレッチ。1番関根健太郎の渾身のまくり合わせる7番の峰助雄之介。200を切る3コーナー関根健太郎来た。大田の握手があった。関根健太郎が今先頭になった。追走4番和田義嗣だ。さあ4コーナー待った。さあ地元バンク初優勝は見えているか。いや4番和田義嗣がかわした。4番1番2番あたりのゴールの通過体制。しかしこのレースは3コーナー過ぎで落車がありました。お手持ちの投票券は決定放送が出るまでは処分なさらないようにお願いいたします。5番三沢康人選手が最上して今ゴールに向かっています。5番三沢康人最上ゴールインです。6番の坂本拓也選手と7番峰重選手はどうやら棄権しているようです。関根健太郎悲願のホームバンク初優勝はなりませんか。このレースは審議となります。第3コーナー付近の事象について審議となりました。それではリプレイをご覧ください。ゴールの通過体制は4番1番そして2番3番のようです。リプレイゴール戦場をご覧ください。1番地元ホームバンク島津拓也、2番宮城斉藤俊信、3番熊本金賀泰斗、4番群馬稲村成弘、5番福岡西田大志、6番福島佐藤和信、7番茨城杉本正隆、以上のメンバーによる対戦です。3分戦となります決勝戦です。島津拓也、金賀泰斗、そして6番佐藤和信、この3人にラインができます。ホームバンクは島津拓也です。地元ホームバンク初優勝を狙います。今日は後ろに2人がつきます。3番金賀泰斗校長、金賀の先行力は2日間見事でした。そして佐藤和信も非常にいい動きです。体制完了。号砲になりました。第12レース S 級決勝戦スタートです。ここは3番金賀泰斗が上がっていきました。先頭は金賀泰斗、続いて1番島津拓也、2番が斉藤俊信、6番佐藤和信、5番が西田大志、7番杉本正隆、1番後ろに4番稲村成弘です。バックストレッチです。前を取った3番熊本金賀泰斗です。2日間非常にいい匂っています。決勝進出は S 級初優勝を飾った昨年11月の松山以来ということになりました。3番金賀泰斗、後ろには5番福岡西田大志です。準決勝ワンツーを決めています。金賀泰斗を目標に初優勝を狙う西田大志。3番5番九州勢2周回目の1コーナー、地元の1番島津拓也は3番手から、
初日は特選競争は短期でまくりました。昨日の準決勝は青野正弘の先行につけて番手まくり放ち、まくり合戦を制しています。後ろは7番茨城の杉本正隆、昨日は佐藤和信とのワンツーでしたが、今日は島津拓也をマークです。7番の杉本正隆、そして4番稲村成弘、このラインの3番手を固めます。群馬4番稲村成弘、1番7番4番です。候補待機、6番手は6番福島佐藤和信。準決勝ウリウを仕留めたまくりは見事でした。マークはベテラン2番車宮城の斉藤俊信、6番2番は東北勢です。周回は第3周回に入って、第2コーナーからバックストレッチ、3分戦の12レース決勝戦。前段が九州コンビ、3番金賀泰斗、5番西田大志、1番島津拓也は3番手、その後ろに関東の2人がつきました。7番杉本正隆、4番稲村成弘、動いたのは東北ラインです。6番佐藤和信に2番の斉藤俊信、6番2番、この東北2社が上がります。打賞週間に入って九州勢を抑えた東北勢、金賀泰斗は引きました。これで1番の島津拓也が3番手に追い上げています。第2コーナー、島津拓也が3番手に上がって、さらに車を上げていきます。押し上げていく1番の島津拓也、これで6番佐藤和信、東北勢は4番手に下がって、ジャンで3番金賀泰斗は現在6番手。2センターから第4コーナー回っていく3番金賀泰斗が6番手からスパート、これを見て1番の島津拓也も踏み込んでいく。 400m を切りました。島津拓也が先行する。3番金賀泰斗が外まで来た。7番杉本正隆外に振る。3番金賀泰斗2番手の外でまだ粘っている。今度は6番の佐藤勝信が上がってきた。1番島津拓也粘る、島津拓也粘る、3番金賀泰斗交代、番手は7番の杉本正隆、1番の島津拓也だ、粘るぞ、粘り切ったか、どうだ、7番車が伸びた、ゴール線上接戦、12レース SQ 決勝戦、わずかに7番杉本正隆が捉えたか、粘った島津拓也との接戦ですが、杉本正隆わずかに捉えたように見えましたが、接戦、走路審判員異常なしの白旗、島津拓也7番杉本正隆、この2人並んでのゴール。